仕事に戻ってくれ課長。また教えてくれるのかい。いや、あ、もういいです。ああ、マップ上にあるこの1ってのは、なるほど。これのレベル1ってことか。コンドルの。ああ、ジェシーがいる。さっきから同じニュースばっかり。ちょっと待て。私も一緒に行ってれば。コンドル4とめっちゃ流行ってるやん。さっきから同じ。遅い。いくらなんでも遅すぎる。え、誰か待ってるの？ああ、デート？違うし。って誰？悪いけど話しかけないで。今機嫌最悪。嫌われた。あ、なんだろう。あ、これはまさか。あ、わかりました。フィーラーが入るなと言っております。が、入ると歴史が変わってしまう、話が変わってしまう、そんな要素ある？そんなに入ったらまずいかな。マリンがいるぐらいじゃないの？コンドルジャンプ。あ、瓦礫通り、あ、そういえば瓦礫通りにもチラシがあるかもみたいの出てたな。多分こっちにもあるでしょ、物資保管庫。あ、あれ？金、どっかに落ちてないかな。俺ってば、有金はたいてコンドルフォート買っちまったんだよな。ほら、俺って流行りに敏感じゃん。って何してるんだよ俺。遊んでる場合じゃないじゃん。あー、そうだ、ティファに会いに行くかな。あ、うわっ、びっくりした。急になんだよ。てか誰？あんたこそこそこそ隠れてさ、怪しい。さては真羅のスパイ。はあ、なわけあるか。おら、ちょっとそのやぼようで。つーかコンドルフォートで一攫千金、大金持ちになろうと思ってよ。ははん、あんたもチャンプ狙い？でも残念、賞金をゲットするのは私なんだよね。な、なによ。こっちだって人生かかってんだ。引き下がるわけにはいかねえぜ。ジョニーと対戦。ジョニー永久に金運ないからやめた方がいいと思うんだけど。あれ、ジョニーのくせに結構手堅い編成組んでるぞ。なるほど、ディフェンダー満載か。じゃあシューター固めれば。あれ、ディフェンダーの弱点シューターで合ってるよな。多分合ってるはず。まあ、間違っててもなんとかなるでしょ。これでやっちゃおう。ああ、あのタレットは設置してる間勝手にダメージでも食らっていくあれでもあるのか。いいよいいよ、弱点をついてけ。ジョニーのくせにディフェンダーばっかり固めてくるとはね。全員アタッカーぐらいって来るような気がしていたんだけど。わかった、これあれか。キャラクターの左上についてる数字はレア度じゃなくて必要な ATB ゲージ数か。じゃあその辺のコスト面も考えて編成を組まないといけないな。さっきまで何も考えてなかった。
あーでどんどん攻め入ってるからちょっと強めのやつ配置しよう。あージョニーボッコボコですよ。魔法なんて使っちゃおうかな。これ魔法効くのかなこいつらに。あ効くんだ。で意外とこっちが優勢だと急にひっくり返されやすいんだよな。 ATB 溜まってくれ。上級設置。今度はアタッカーでいいかな。戦闘員。このゲーム内での ATB ゲージを加速させるためのヘイストとかはないのかな。あるとありがたいんだけどな。これ本当に的確な配置したら多分3分目いっぱい使うことなく秒殺できるんだろうな。ちょっと待って、なんか無視していっちゃってるな。まあ無視していっちゃってるけど、これは勝ったでしょ。こいつらに魔法使っちゃえばいいんだ。ちょっと手前すぎた。あ、ギリギリ勝てそう。攻撃して、OK。コンマ99。俺の賞金がピヨピヨと飛んでいく。シンシンシン、堕落してるやつ一人倒した。え、なんか言いました？ミッドガルには負けないんだ私。ド直球で堕落してるやつって言うじゃん。さあシューターもぼちぼちやった。あれキリエがいる。そうだな、ちょっとチラシ探してみるか。お、チラシ！待て、亀泥棒！だいたい行ってないとこ行きゃこういう風に見つかっていくでしょう。亀道楽が私を呼んでいる。え、私亀になりたい？違うにゃ。え、かっこいいのにダサい。なんだこの曲。チラシは持ってにゃいな。あ、これプレジデントシンラのチラシ。引っ張り合いしてるそこの2匹。ありゃこの子じゃない。全然違うわ。ありゃこの子じゃない。私亀になりたい。面白い曲だな。ハイポ。これ？見つけた。うわ！チラシゲット！あ、ナンバー4？ナンバー3見つけてないな。確かこの人ショップだったよな。面白い格好してるね。買い物かい？となんか特殊アイテム。ああ安いだけか。ヘビーメタル。ちょっとお金が足りないな。やべ、なんか告げ口されてる。なんだ、あっち行けってか。ごめんなさい。
多分こっちにもチラシがあると予想。そうだ、ここでジョニー助けたんだ。あれ、あー入れないか。これはセーブポイントだっけ。ああそうだ、忘れてた。この世界のねベンチ最強の回復スポットなんだ。チラシの手がかり確認するか。1と2は OK、 4も OK。 ご婦人が経営するアパート、あーはい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 、存じております。アパートアパートアパート、どっちだっけ、こっちか。これなんで入れないんだろうな。セブンスヘブン、キリア一旦無視して、このミュージック、最近自意識過剰な男どもが多くてね、ワンコに見張りをさせてるのさ。クラウドの部屋入れんのかな。ん、顔が怖い。気づかれずに近づこう。なるほど。あ、そこは寝るタイミングだろ。見えてるよな。おあと、おお寝なさい。これね、わかるよ。このバケツはね、音をね鳴らしちゃった。ちょっと待って。もう引っかかんねえぞ。とりあえず。寝たらもうパッとあのチラシを取れりゃいい。チラシ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 、そのチラシがどうかしたかい。見ない顔だね。最近亀道楽のチラシにいたずらする輩がいるって聞いたけど、その仲間かい。何でも屋の追っかけじゃないだろうね。顔はあれだからわからなくもないけどさ。はあ、でもやめときな。ありゃとんでもなく面倒な男だよ。よほど根気強く待つか、それか強引に行かないと本心は見せないだろうね。いるんだよそういうのが。こっちがあれこれ気を回してやってやっと。あの私違うんで。じゃあなんだい。迷子です。でももう大丈夫。ん？これは登、あ、登れた。絶対クラウドの話してるよね、ばあさん。あ、マテリア。チャクラか。あ、チャクラって結構強いマテリアじゃなかったっけ？いや、強かったはず。ちょっと HP アップの代わりにつけよう。あと、そうだな。多分、戦闘中に盗むとか考えらんないんで。これはいいかな、なくて。ちょっと、通常魔法、育てたい。あんまりこのおばさんとそんなに会話を
交わしたとかではないはずなんだけど、クラウド。もうね、性格から何から全部バレとる。びっくりした。あとナンバー5と6は掲示板？タラガ廃工場。タラガ廃工場？ここね。結構広いよ、ここ。掲示板？掲示板なんてあったっけか？どうしようかな。チャードリー、チャードリーと話をしちゃうと多分進んじゃうと思うんだよな。協力者の選定中。掲示板、あー分かったかもしれん。この町の入り口あたりに掲示板があったかも。あれじゃね？ちょっと待って。おい、こっちだ。どこかのバカが亀道楽のチラシを廃工場に隠そうとして襲われたんだ。お嬢さんも廃工場には近づくんじゃないぞ。いや、行くが。ちょっと待って。こいつ。どこにいるんだい、my friend。一度会った以降。登場なかったけど DLC で登場させちゃうんだ。お嬢さん、おっと、もしかしてマイフレンドと知り合いなのかい？あんたシンラだよね。いかにも、私はローチェ。君は何かまずい匂いがするね。だが安心したまえ、今はプライベートだよ。友達を探しに来ていてね。どんなやつ？オーマイ、名前は聞きそびれてしまったね。私と同じ熱いハートの持ち主だよ。グレートな剣を背負ってバイクへの愛もグレートなんだ。ねえねえ、それよりさ、コンドルフォートの相手してくんない？コンドルフォート相手をしてあげたいところだが、私の熱いハートは君にはまだ早い。もっと修行をしてきたまえ。コンドルフォートやってるんかい。ローチェこそ全部アタッカーとかで決めてきそう。むっ、亀の歌声が聞こえる。え、掲示板にあったはずみたいなものを見たんだけど、ん？あったわ。こっちは行ってもまあ何もないアイテムがあるな。行くだけ行ってみよう。こういうところはね、進めば進むほどクエストが発生することもあるもんだし、見覚えのある人がいたりするかもしんないし。待って、アイテムどこだっけ。あ、これアイテムじゃなくてショップだ。まあ、なんもないね。ここも別に誰もいないと。運休してんのは、まあ、クラウドたちのせいであると。じゃあ、5枚目のチラシをゲットするために。入っちゃいます。亀道楽の気配がする。タラガ廃工場、こんなロックな曲かかってたっけ？なんだ？亀道楽の曲じゃねえか。
これか。モンスターは出てこないの？あ、いるわ。ほら、どいたどいた。で、ユキはジャストガードを決めると、なんだっけな、強力な技を出せる、回復する、なんだっけな、しないでよ、来い。ああ、めちゃくちゃミスってるね。ジャストガードとなるとモンスターごとに攻撃特性覚えないといけないやん。マップが消えてた。あんなちっちゃいスピーカーなのにこのフィールド全体に響き渡ってるわ。封印火山、少量の ATB ゲージながら結構強力な技出せるね。かわすのが難しいんだよ。で、リミット技は多分通常戦闘じゃ見れないでしょうね。あ、痛い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 。手裏剣があんまり効いてない。いけ。ユビーちゃんの大勝利。ああ、ベンチがあった。またチャクラ。まあどうせ一番奥にあるんでしょ。